亮太です。この度エリさんとのスプラス3チャンネル対抗戦が決まりましたのでお知らせします。対抗戦日程です。9月26日火曜日の18時から行います。参加方法は Discord か Twitter の DM またはリプライあるいはこの動画のコメント欄にて亮太に参加希望の節を伝えてメンバー選抜会に参加よろしくお願いします。参加希望者同士で対戦を行いその内容を参考に選抜します。エントリー締め切りは9月20日水曜日いっぱいです。メンバー選抜日程です。9月22日金曜日の20時から行います。ライブ自体は19時50分頃から配信しようと思っております。時間的な相談を受け付けますので早めに終わらせたいとか遅れての参加なら可能などあればエントリー時に伝えてください。一応これも選抜会日程が合わないって人でも別日程で対応できる場合がありますのでじゃんじゃん参加希望お待ちしております。対抗戦のルールです。両軍9月20日締め切り後に人数決まってから何チーム作るかを決めます。どちらの種もどこしのチームには入ります。それぞれのチームで日本選手で1戦目は縄張り2戦目以降は負けたチームがルールを決めるという方式でいきます。ステージは全てランダムです。選抜会の内容です。参加希望者同士で縄張りエリアヤグラポコアサリの順で2周計10戦してもらってその結果やメモリーを参考にして選抜します。人数によっては3対3になる場合もありますのであらかじめご了承ください。その日のうちに全てのメンバーを決めるわけではないので決まり次第 Discord と投稿見るところによってはコミュニティで発表いたします。それではエントリーお待ちしております。